ちは、ごきげんよう。いつもの通りファンバルーンのバルーン遊び、ファンバルーンとあんまり名前出さないんだけども、僕が勝手にバルーン遊びをやっております。で、バルーン遊び、ビデオ遊びね、果実、先日、先々日、もっと前、果実ですね、我々のバルーンの仲間でやって、で、まあ、そこでショートケーキ作って、またどこかでここでもやりたいと思います。で、時間が余ったので、これだ、ピカチュウで、まあ普通はピカチュウこういう風にして、ピカチュウの腕を作って、ね、子供さんたちにあげるんですけども、寸法を変えていっぱい膨らませて変えれば、ね、ピカチュウのシャッポができるとということで、ピカチュウをやりたい。で、これはね、まあこれもこれも ここが長だけの話と最初に膨らす量が違うということで、本当はね、ピカチュウのこっち、わかるかな、こうやってピカチュウ、おしっぽ、あ、ここも黒く塗った方がいいのかな、うん。でもここ稲妻だからね、難しいね、槍のようにとんがっている、こんな感じのピカチュウです。これを手もあって、短い足もあって、ピカチュウって感じ、これをやりたいと思うけども、段階があります。ここを行くまでには、まあ、まずこれ、そしてもう一つ一本作りで違う形のこれのちょっと小型の部分があります。3段階だから、今回はどうしよう、ピカチュウシリーズ3段階でやります。今日は1段階ここね、これができればこれまでできるということで、イエロー黄色1本で、できます。で、どのぐらい膨らすかって言ったら、ここまでやろう思ったらもう3センチぐらいしか残しません。で、まあそれでもいいんだけども、1回目ピカチュウのね、頭の、あと耳の部分のここ小さくするために、この結び目は小さくしてるとね、で、何センチ残った、8センチぐらいだ、9センチほどある、まあまあまあ問題なし。で、だいたい10センチぐらいで、要するに本当にそうは12センチ、10センチ、10センチでいいけどね、これ、ね、長いよね、見た目よりも長いから、12センチぐらいでいこう、10でも、もうこれができれば反対側も一緒で、あとね、適当にね、適当に10センチぐらい、耳と変わらないか、これも、これもうここ一緒にひねって、これをね、もう一個ひねっても、ここでもう一個作るの手離すのは難しいでしょ、だから一緒にひねってもいいんだけども、こうして耳、お顔、フェイスの部分、
そして、これを、腕の大きさでやります。これ2、3センチ残すと、こういうのができるから、大きめのでできるのでね。だから、ある程度は残して、で、そこで、これ、縫っておきます。縫っておいて、この中を通します。で、ここをピチッとはめて、同じ長さ、まあまあ多少これだけで、これを後ろに上げて、ここ少しね、キュッとつまんで回します。キュッとつまんで回します。で、そうすると後ろに行きます。これでお顔かけは出来上がり。で、顔なんだけども、このお顔、丸く真ん中に白いお目目が入ってます。で、これはね、一本もんだからすぐできるから、イベント会場なんかではいくつも作ります。だからこれ1、2、3、4、5、2、4、6、8、5、8、40、40個だから20個分で、ここだけに今ね作りかけてる白い、これ黒、これ黒なんいくらかな、15ミリぐらいのシールですね。そして6ミリぐらい、あるかな、6ミリ、5ミリの白、見えるかな、白のシールをこの目の中に貼ってます。で、上向き、下向き、どっちでも自由にできます。で、これをね、貼ってあげるけども、ピカチュウの場合は、よくイラストなんかをね、ネットで見て、どのバランスがいいのかっていうのを、しっかりと見てほしいなと思います。で、まず、お花を、色ついちゃった。気づくとね、こうやってあちこちに色がつくのよね。ちょっぽっとお花があって、そしてお口が。だからちょっと、これ、猫でね、このままではね、ちょっとあれだから。下を出したところに赤く、そうきっちり描かなくてもらしく見えてきます。こんな感じを作ってあげますね。そして ほっぺはまた同じこの15ミリぐらいの赤いシールあります。これを貼るだけも描いてると、でこれをね、こっちが描いてると時間かかるから、別のテーブル用意してね、ワークショップだから、そこでお子さんたちに貼ってもらいます。で、どっちかいうと、これが真横かやや下目。ぐらいに。ね、外剥がさ、また
話すことで、できますからね。それでも何回も貼ってると糊がひっつかなくなるんで、で目はこのほっぺのやや内側ぐらいに入れてあげる。こっちが白い部分が上なら上、あ、ちょっとずれた、そう、そーっと離して、こんな感じになります。で、あとは結び目を小さくして、ふーっと引っ張って切ってやる。そして実際はこういうふうに耳の塗り方というのはこう斜めになるのね、斜めになってるんだけども、そう、子供にもお子さんに任せおけばいいんだけども、ここでは横に行きます。そしてびっちり塗ってもいいし、ランダムに塗ってもいいし、なかなかね、この風船のまっすぐ通過でね、滑りにくくてね、よし、こっちを乾くのを待って、次こっち、メジャル、で横にやってるとね、またはみ出て、はみ出て埋めてやってるとだんだん大きくなるから、塗りつぶすときは下から上、下から上、これ こっちが行き過ぎてもね、大丈夫だから、どこかに。それでね、これ塗るとき、これ速乾性の油性の油性ペンです。で油性ペンで、プロッキー水性顔料マーカー、あ、これ水性だ、うん、でまあ、油性も使うことがあるけども、これは油性なんですよね。できるだけこういう水性 で使ってもらえれば、油性でこれやるとね、割れます。割れないのもあるんですけども、はい、これで仕上がりました。ちょっとこれは大きく、冬だったらコート着てるからこのぐらいかな、夏場ぐらいだったらちょっと小さめでこのぐらいでちょうどいい。
となります。今日はこれ簡単ね、もうただ言ってみれば10センチでただこうひねりしてぐるっと回って10センチで回して長くのことに輪を決めて中抜いて10センチで、あとは丘を描くだけ。だから子供たちのワークショップの時に持ってこいですよね。一生懸命子供たちが塗ります。でこれの次は一本作りで一体体がついた分、体が一体になった分、これとよく似てるんですけども、これは尻尾もあります。でこれを次はこれの前ね、これの前のやつ第2段目をやりたいと思います。で今日はこういうことで、こっちだ、こっちでね、はい、3匹相撲だったら揃い踏み、よいしょよいしょよいしょとやります。ということで、バイバイ、ごきげんよう、さようなら。